寺島直政です銭形平次の生みの親である野村古道は少年向けの冒険小説や大人向けの電気幻想小説など幅広いジャンルで腕を振るいました。そんな古道のの大人向けの短編です 女性というものの平凡さに江島屋宗三郎はつくづく愛想を尽かしておりました持った女房は3人かかり合った女は何十百人武家の秘蔵娘から国定の一枚絵になった水茶屋の女 松の位から根引いた昼山の太夫まで、なれ初めの最初はことごとく全身の血をたぎらせるような魅惑を感じたにしても、ひとたび手池の花にして眺めると、地味で欲張りで食いしん坊で、その上、焼きもち焼きで、口数が多くて、全く手のつけようのない看板と早変わりするのです。総座風呂は 全くうんざりしてしまいました。金毛九尾の狐でもよい、クズの葉さらに結構、とにもかくにも、この女性に飽き飽きした心をたぎり返らせて、命までもと打ち込ませる魅力を発散する女はないものであろうか。お蔵前札差しの若主人として、柔軟大通とやらの一人に数えられ、 馬に食わせたいほどの金を持っている江島屋宗三郎は根岸の寮の雪の一日をこもって東本の漁祭詩を読みふけりながらこんな途方もないことを考えているのでしたこの物語に出てくる草木金獣の姓の怪しき美しさ火花の散るような恋の遊戯透き通るような 整列な肉体など江島や宗三郎は夢心地に考えておりましたあらゆる女出入りに飽き果てた宗三郎にとっては懲りでも変化でも構わない現世的な生活から通りし物的な欲望を持たない恋の対象だけが望ましかったのです窓を開くと冷たい風がさっと と流れ込んで相座風呂の熱した頭を心持ちよく冷やしてくれますいつの間にやら雪は止んで五六寸積もった庭をいざよいの月が青白く照らし世界は夢の国のように静寂に神秘的に変貌しているのでした雑配や監視などもひとひねりする相座風呂は 立ち上がってあんの火を吹き消しました。このさえわたる月の下に雪の夜景を満喫しようと思い立ったのです。おや、何やらブ三郎の目の前にちらりと動くものがありました。火を入れた雪見道路のあたり、雪をいただいた松の緑がよどんで、池の水の一角が、 柔らかい雪景色に切り込む鋼のようにキラリと光るものすごい効果だったのかもわかりません草三郎はぞっと身震いして障子を締めようとしましたがふと雪見道路のそばに何やら物の動くのを意識すると同時に満月の害々たる白銀の世界に一点漆のように真っ黒に生き ものを見て取ったのです髪だやがてそれは高々と言い上げた若い女の島田曲と分かるとその髪の下にほのぼのと明るく池の表を見つめている若い女の横顔のあることに気がついたのでしたかすむ眉黒い瞳赤い唇 と、次第に道具立てがはっきりすると、やがてしなやかな首筋、ほっそりした肩から膨らんだ胸、帯から足へ流るる線と、くっきり雪の中に浮き上がってくるのです。見定めると、五六寸も積もったはずの雪の上へ、詐欺のような真っ白な女がふんわりと立っているのでした。 白無くの妻をさばいた下からちらりと長襦袢のひじ舌面が燃えて桃色サンゴを並べたようなつま先が雪の上にきちんと揃った美しさは何に例えようもありません鈴木春信の書いた詐欺娘の怪しい美しさを宗三郎はふと思い浮かべましたが春信画中の美女は襟が水色で 帯はは漆のように真っっ黒だったはずですところが宗三郎の目の前十数歩のところに立っている美女は八作の遊女のように全身ことごとく真っ白な中に髪と目の黒さと唇とモッソの赤さだけを転じたのが比類を絶した凄まじい効果になってまさに良妻 C の中から脱出した 一番怪奇な妖精としか思われなかったのでした「どなたか知らぬがここへ入ってはどうじゃ外は少し寒すぎるようだが」宗三郎は思い切って声をかけてみたが女は左横顔を見せたまま身ろぎもしません四半時半時いや 一時も経ったことでしょう月はやがて中天に昇りましたが雪中の女は粗像のごとく立ち尽くして眉の毛一本動かそうとはしなかったのです窓を開けてこの神秘的な活人画に見入っている宗三郎の心が怪しくも乱れていくのをどうすることもできなくなりました 二十八歳になったばかりの十分に健康で思い切り冒涜的でそしてかなり不人情でさえあった宗三郎はいつの間にやら暖かい部屋を抜け出し庭下駄を突っかけたまま夢心地に深い雪を踏み分けて女のそばに立っておりました近寄ると体温をさえ感じさせます いや、それどころでなく、女は寒さのためか、それとも心の動揺のためか、小刻みな道具類をさえしているのでした。が、その淡麗な美しさは、寒さも怪奇な事情をも超えて、宗三郎を驚かしました。左半面しか見せない女は、雪をはろうた庭石の上に立って、 雪見道路に持たれたまま小声路にかけているにもかかわらずその曲線の美しさを燃焼させて宗三郎の理性をめちゃめちゃにするだけの力はあったのです宗三郎は柳輪に女に飛びつくと庭石から引き下ろすように自分の胸に必死と抱きしめました無抵抗に宗三郎の腕に倒れた女は 宗三郎の近づく顔の前に初めてその右半面を見せたのです宗三郎は飛びのきました初めて見た右半面は左半面の冷朗とした美しさに似ず赤黒く焼けただれて見る目も恐ろしい引きつりだらけの顔だったのですはっ起きぬ 宗三郎は雪の中を這い回りながら辛くもうめき声を上げましたかつては両国の水茶屋の看板娘国定の一枚絵になったお絹は宗三郎に引き取られて江島屋の二度目の女房になりましたが三年前の蔵前の大火事の時逃げ場を失って危うく死にかけた宗三郎を猛火の中から救い出して 自分は反面の大やけどを受け、その醜い大やけのゆえにソウザブロに捨てられて、オーカーに身を投げて死んだはずです。ソウザブロ短期の良食に溺れた江島やソウザブロは、明くる朝、庭の池の中から出来死体になって発見されました。 白装束の雪女の姿は、根岸の寮の召使絵たちも確かに見たと言います。それは、妖怪でも変化でもなく、確かに人間であったに相違ないが、天保年間の人たちは、そこまで詮索するほど、物事を科学的には考えなかったのです。ただ一つ、起きぬには、 姉によく似たおせんという妹があり、同じ両国の水茶屋に奉公して延命を謳われておりましたが姉を変死させた江島屋の宗三郎をひどく恨んでいたことだけを伝えておきましょう。火けどの跡などは絵の具と公約でどんなにでも偽装ができることで手足に油を塗って凍傷を防ぎ 巧みに宗三郎の好奇心さえ捉えることができればこの大芝居は案外簡単に打てるのです野村古道食の果て朗読は寺島直政でした。